宮城県仙台市宮城野区宮城野に11-6引き分け。もう終わりだよこの球団。引き分けか、今シーズンも最後か。しかし決定力ねえなこのチーム。今井もさよなら。引き分けエンドか石丸ランナ。引き分け終わり、お疲れ様。今井が詰まったいい試合やった。みんな今年も1年お疲れさん。平、楽しんでいただけましたか。引き分けかよ、楽天っぽいな。終わってしまったか、お疲れさん。まあ人様の CS はあるけど、当たりが偉人欲しいわ。小深田に代打出してたらな。セカンドに走者がいるとき、楽天の打者のほとんどが三振してる。平とか出す前に決めとかなきゃな。まあ終了お疲れ。中途半端なスイングやな。まあフロントも監督も選手も全部が全部力足らずですわ。間違って3位になるよりはこれで良い。結局去年までと変わってないから今井首。来年は西武と再開争いだなこりゃ。まあ今井一人のせいでもないけど、別に続投しても何も変わらんやろな。さっきペットボトルの口を開けた水は捨てられずに飲まれたんだろうな。西武さんも1年おつでした。和夫さんまた頑張ってほしいな。もし身売りがあるなら記事出るのは明日だよな。期待せずに待つか。両軍選手も監督もコーチ陣も和紙船民もお疲れ様っす。ご視聴ありがとうございました。